俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは今メジャーリーグで大活躍している大谷翔平のことをどれだけご存知でしょうか。例えば高校3年生の時にアマチュア史上初の160キロ、史上2人目の高卒3年目での年俸1億円、史上初1番投手で先頭打者ホームラン、ベーブ・ルース以来の快挙が目白押し、メジャーリーグ初の公式二刀流選手、MVP 獲得で表彰のオンパレードなどなど、大谷選手といえば出てくるすごいエピソードは止まることを知りませんよね。野球人生が始まって以来ずっとこのように素晴らしい功績を残し続けている大谷選手ですが、彼の私生活とはどんな感じなのか想像してみたことがありますか？今やハリウッドスター並みに有名な選手とだけあって、年俸もすごい大谷選手、私生活もきっと派手なものなのではと思いきや、その快進撃を大谷選手の私生活は予想だにしないものでした。この物語に出てくるある女性は意外すぎる大谷選手の私生活に驚愕し、それまで以上に彼の虜になってしまったそうですよ。それでは気になる大谷選手の私生活について最後まで見て確認してみてくださいね。私の名前はエリコ。日本人で今は大学生をしているわ。最近私の好きなことはメジャーリーグで活躍する大谷選手の情報集め。もともと私は野球に興味はなかったし、正直野球のどこが楽しいんだろうなって思っていたわ。だけど私の友達の影響もあって時々気にするぐらいだったのが、大谷選手を知ってからもう野球に、いえ彼に夢中なの。今は好きな選手ができたことで野球を前より見るようになったし、やっぱり気になる選手がいるとそのスポーツが面白く感じるのよね。今だったらみんなが必死になって野球を見る気持ちがわかる気がするな、なんてね。ところで大谷選手の試合は時間が許す限りは見るようにしている私だけど、彼の試合を見ていて感じることがあるの。それは大谷選手がファンからも、そしてチームメイトからも愛されているってこと。彼の成し遂げていくことは本当に素晴らしいし、ただ単に野球の実力があったからみんな尊敬しているのかな、なんて思っていた。だけどただ単に野球が上手いだけじゃこれだけ好かれないわよね。彼には他に何か魅力があるはず。そんな風に思っていた時に知った驚愕の事実。それを知って私もますます好きになっちゃったのよね。これから驚きのあることについて教えてあげるわ。大谷選手といえば2012年にプロ入りして10年、そしてメジャー入りして5年目になるわよね。最近決まったエンジェルスの契約で年俸についてだけど、3000万ドルに決まったってニュースで見たでしょ。日本円で43億円超えなんてダルビッシュよりも高いしすごい額なんだけど、 MVP もまた取るかもしれないなんて言われている今最も注目されている選手としては、この額は見合わない、もっと高くてもいいんじゃないか、なんて声もあるぐらいよ。それに来シーズンが始まる前のスピード契約ともあって、ちょうど売却交渉中の球団側にはメリットがたくさんある一方で、大谷選手自身にメリットがあるとすれば、トレーニングに集中できることだけなんて言われているわ。実は契約の代理人曰く、大谷選手はこれまでシーズン中は試合に集中したいから契約の話を持ってこないでほしいって言われていたらしいの。オフのシーズンになれば本腰を据えて契約の話ができるはずなのに、一体彼は何を考えているかわからないなんて言われる始末。私が驚いたのは、とにかくこの話からも感じる大谷選手のお金に対する無頓着なところよ。ところで43億円なんて想像もできない額だけど、これだけお金があったら真面目な人でもかなり私生活に影響が出るんじゃないのかな、なんて思うのは凡人な私ならではな考えなのかな。大谷選手も例外なくちょっとだんだんと派手な生活になったりするんじゃないの、なんて内心思っていたのよね。
だけど調べてみるとそのかなりの質素な生活ぶりが分かってしまって、ますます彼のことが好きになっちゃったってわけよ。どんな生活を送っているか気になるでしょ。実は大谷選手は日本時代からお金を使わない倹約家で有名だったんだけど、その生活が質素すぎるって話題になってたの。例えば普通プロ入りした人は基本的に5年目までは寮生活になるらしいんだけど、門限があってもそれなりに外出したりはできると思う。だけど関係者の話では大谷選手は休みの日でもいつも寮にいてほとんど外出しないって発言もあるほどデブ症。趣味も特になく、強いて言うなら読書と DVD 鑑賞ぐらい。それに出費も自分のトレーニング代、サプリメント代に使うぐらいで、月末にはお金が余ってしまうと言っているほど物欲がないの。ファッションもこだわりがなくて、日本にいる時は大抵お姉さんに決めてもらっていたなんてエピソードもあるぐらいよ。ちょっと服ぐらいは自分で決めてほしいなんて思うのは私の勝手だけど、それぐらい野球以外のことに興味がないってことよね。お酒も飲まないし、好きなものはコンビニのスイーツ。しかもほぼ先輩におごってもらうとかで、自分ではあまり買って食べたりしない。まだまだ若いのに落ち着きすぎて怖いぐらいよね。そして信じられないんだけど、お金は基本的に両親が管理する口座に入金されて、そこからわずか10万円を毎月仕送りしてもらっていたらしいわ。10万って一般の大学生じゃあるまいしってみんな思ったんじゃないかしら。しかも2年間で200万も貯まってしまったって言ったらしいの。それってつまり2年でたったの20万しか使ってないってことでしょ。そのことについて本人は、特に欲しいものがなくて貯まっていくんですだって。なんて欲がない人なのってびっくりした人は多いんじゃないかしら。他にも大谷選手の倹約家エピソードはいろいろとあって、その一つにフジテレビの飲み会を拒否した話とかはネットで記事にもなってたから有名じゃないかしら。これは2015年オールスターの初戦に先発登板した日の夜に、フジテレビの番組に生出演した大谷選手の話なんだけど、番組が終わった後にテレビスタッフがお礼も兼ねて食事に行きましょうって誘ったらしいの。だけど大谷選手は、お店は予約していただかなくて大丈夫ですよ、僕はフジテレビの社食に行きたいです、社食に行きましょうと答えたんだって。それで他の社員に混じって一緒に牛丼を美味しそうに頬張ったとか。せっかくの華やかな世界を見れる羽目を外せるチャンスだったはずなのに、社食の牛丼って何よ。だけどそんな質素な大谷選手が好きって思っちゃったけど、その後で知ったけど、大谷選手はお金を使いたくないという考えよりも時間がもったいないという理由で社食を選んだそうよ。やっぱりどこにいても彼の頭の中は野球のことだけなのね。彼は日本にいた時もアメリカに渡ってからも偉業を成し遂げているけれど、これは日々の彼の時間の使い方にも関係しているかもしれないって思ったわ。それは日本だけじゃなく、質素な生活ぶりはアメリカに渡ってからも変わらなかったからなの。例えば大谷選手はアメリカでもとても人気のある選手だけあって、24時間ずっとパパラッチにつけ回されてる生活らしいんだけど、全くと言っていいほどパパラッチにとって面白いネタはつかめないってこと。ずっとパパラッチが彼の自宅の外で待っていたって、大谷選手はただ球場に行って野球して、そしてまた自宅に帰るだけの生活。面白いネタなんて取れるはずがないわよね。中でも驚きなのが、誕生日の日もそうだったらしいわ。7月5日は大谷選手の誕生日。さすがに誰かとどこかに出かけるんじゃないかってパパラッチも期待大で待っていたみたいなんだけど、その日もいつもと変わらず自宅にこもって出てこなかったそうよ。家でゲームでもしていたんじゃないかなんて言われている。ファンからするとなんかホッとする一見でもあるけれど、まだ20代なのに大丈夫なのかなって逆に心配しちゃうぐらい野球一色の人生だわ。質素なエピソードはまだまだあるわよ。それは移動手段について。
アメリカといえば車社会と言われるほど車がないと生活には困ると思うけど、移動するときはいつも通訳の水原さんが運転する車で移動していたんだって。しかもそれがレンタカーでヒュンダイ車だったって。ヒュンダイって確か韓国メーカーだよね。国産車の方が良くない？なんて思ったけど、レンタルするのに一番安いのを選んだ結果なんじゃないかなって思ったわ。ちなみに日本にいる時も大谷選手はタクシーか同僚が運転する車で移動していたらしく、免許は持っていなかったらしいの。この先ずっと免許を取らないのかな？なんて思ったけど、左膝を手術した2019年のオフに免許を取得。今では自宅近くのカフェとかにも愛車で出かけたりして息抜きしているそうで、ちょっと安心したわよ。ちなみにこの息抜きを進めたのは2018年のエンゼルス入団時の監督だったマイク・ソーシア氏だって話。マイク監督は当時、彼はまだ24歳だった。もっと人生を楽しんだ方がいい。それにここロサンゼルスだよって大谷選手に娯楽を見つけるように促したんだそうよ。大谷選手はその後すぐに本拠地近くのディズニーランドに行ったりして、すぐに監督のアドバイスを実行するんだけど、こういったすごく素直なところもすっごく可愛いって思っちゃうわよね。ちなみに今は免許を取ってからステラのモデル X を購入したらしいんだけど、このステラは1780万円台のモデル。やっとお金を使ったわねって思ったわ。あのイチロー選手だってメジャー時代の愛車はインフィニティ G35 クーペ、ポルシェの911、彼ら GT、シボレー、タホと高級車をいろいろと乗り換えて楽しんでいたというから、大谷選手ももしかしたらこれからいろいろと乗り換えるのかしら。それとこれはちょっと余談だけど、大谷選手の車エピソードつながりでこんな話もあるのよ。それは車では基本的に助手席に座るってこと。その理由は後頭部座席で偉そうに座っているのが嫌だからなんだって。この辺からも彼の謙虚さが伺い知れるわよね。とにかく人に言われたら実行するけど、基本的にお金を使うことはしない大谷選手。物欲がないというか、野球だけに集中しているからというか、とにかく意外すぎる大谷選手の質素な生活ぶりに、私だけじゃなく世界中がびっくりしているみたい。いろいろと言われていたけど、その内容が気になるわよね。例えばこんなことが書いてあったの。これだけ新技体が揃った一流選手は全世界の宝だね。親近感湧くし、天狗にならずに謙虚なところ本当に好き。ファッションより異性よりやっぱり野球してるのが一番楽しいんだろうな。それが見てて感じられるのが大谷選手のいいところ。本当に若いけど心からリスペクトできる人ですね。人間としてみんなから愛されるのはとても大切なこと。これからもこの気持ちを忘れずに世界の人々に夢と希望を与えてほしい。大谷さんの素晴らしい一面、次から次へと出てくるじゃん。とにかく故障に気をつけて、いつまでも息の長い選手として頑張ってほしいわ。本当に応援したくなるような選手だな。きっとご両親の教育が良かったのでしょう。気取らない、贅沢しない大谷がいいよね。安全性を考慮して、ぜひ日本車をお選びいただきますように。お体が大切でございます。そちらはぜひコストをおかけいただきますように。大谷様、ご健康をお祈りいたしたく存じます。いつまで経っても純粋な野球少年感が好き。月1万円はさすがに、鎌ヶ谷寮生活の時のみでしょうけど、服とか契約先からもらえるもので工面してるので質素なのは間違いないですね。これもまた人々から愛されるのよ。自身が一番のブランドだから着飾る必要もなし。大谷の姿勢も好きだけど、死ぬほど努力してプロやメジャーで成功して稼いでゴージャスな生活をするのもまた夢があっていいよね。野球に集中してればこういう生活になるってことですね。そりゃ野球の神様も応援しちゃいますわね。大谷選手は若いですが尊敬に値する人物です。
今後も怪我なく夢に向かって精進してほしいです。そのためには車は国産車の方がいいと思いますが、お金って無意識に性格を変える可能性が高いから、現役中は精神のコントロールのためにもいい方法だと思う。今は免許を取ってテスラに乗ってるらしいけど、ご飯行く時も自分より年俸下の先輩にもおごってくださいよって甘えるんだよね。さすが末子翔ちゃん、ご両親を尊敬します。プロアスリートの鏡。こんな風にその謙虚な姿勢と一途に野球が大好きなところが本当に素晴らしい。知れば知るほど彼のことを応援したくなる人がほとんどだった。だけど今回の調査で分かったの。彼が倹約家って言われているのは、やっぱり野球一番の生活から自然とそうなったものだったんだなってこと。プロ野球選手になってお金持ちになってとか、いろいろと考える人も多いと思うけど、大谷選手の場合はただ単純に野球が好きでそういう生活になっているんだって。だからこそメジャーでこの世界でも難しいと言われる二刀流を完全に成し遂げているし、野球を純粋に楽しめる姿がある。そんな姿にもまた私たちファンを虜にさせちゃうんだけどね。でももうすぐ30代に突入するし、少しだけならハメ外したっていいんだよなんて思ったりもするわ。とにかく彼の生活を通してますます彼のことや野球が好きになったのは言うまでもないわね。日本でも大谷選手のニュースでひっきりなしだよね。どれだけ記録を塗り替えれば気が済むんだってぐらい毎日すごいことを成し遂げているってのは本当にすごい。こんなにすごい選手なのに月1万生活って誰もが言っていたけど、野球にだけ集中すればおのずとこういった生活になるっていうのはなんか納得しちゃうかも。お金に執着しないというか、とにかく自分の時間をすべて野球に注ぎたいってそんな感じだよね。心から尊敬するわ。とにかくこんなすごい選手が現れるのは100年ぶりなんて言われているけど、その同じ時代に彼をリアルタイムに見れる僕たちはとっても幸せ者なんだと実感しながら試合を見ているよ。物語でも言われていた質素な生活をする大物メジャーリーガー大谷選手ですが、そんな大谷選手はファンからもチームメイトからもみんなに愛されていると言われています。そのメジャーに愛される具体的な理由は何なのか、まとめている方がいましたのでさらっとご紹介。その1、誰にも文句を言わせない圧倒的な成績。大谷選手はアマチュア時代からその成績は群を抜いてすごかったそうですが、メジャーに入ってからも怪我の時期を乗り越えてからの快進撃は止まりません。その2、夢を与えてくれる存在、二刀流で活躍する選手。高校野球の時代から二刀流を貫いてきた彼、 NLB 時代も二刀流、さらに批判されようと MLB でも二刀流と自分のスタイルを貫く姿勢、そして今では誰もが認める公式二刀流選手ですよね。この事実が今後の若い世代に夢を与えてくれるのでしょう。その3、謙虚な性格。物語にもあったように今や最も注目されるメジャーリーガーで年俸も実力もすごい。しかしそんな私生活や自身の実力におごりぶらない謙虚な性格がみんなに愛される最大の理由です。その4、ファンサービスを怠らない。大谷選手にとって日々活躍する上でトレーニングの時間は欠かせないもの。しかし試合に足を運んでくれるファンへのサービスも怠りません。トレーニングの合間を縫ってサイン会などを心よくしてくれる真摯な態度が好評です。その後、純粋に野球を楽しんでいる。大谷選手の試合を見ていると感じる方も多いと思いますが、試合中いつもどこか楽しそう。時には納得のいかない審判の判定にも少し不満そうにするも、怒鳴ったり抗議しに行ったりは絶対にしない。もしかするとアンラッキーぐらいにしか捉えていないのかも。
このように大谷選手には人から愛される理由がたくさんあります。今では実力とともに功績もすごいですが、常に冷静な姿に観客やファン、そして関係者は魅了されてしまうのかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。